だがボケてる。南尾さんは八王子だからペイペイよく対応しない。あ、対応しないんだ。強さ、うん、南町では多分対応してる。まあ分かんないけどね、支払いのできるできないによるけど、まあ、大体対応しないんだね。濃いナンバーワンであの海で通られたから。いけいけ、はいはい、いきなはれ、はいはい、おたまがいけ。おたまがいけじゃなくて何だっけ、忘れちゃったの。つくいこ、違う違う違う、すぐ近くに味噌田楽が増えた。薬師池のこと言ってる。あ、そう、薬師池、いつも名前出てくる。薬師池やってんのかな。年末にかけてなんか休業するとこ多いじゃん。まあね、ちょっとそこ調べたほうがいい。薬師駅もたまに行きたくなるの。何回も来たら飽きるけど。野津公園も好きで。あそこでしょ、あの自然見あふれてて。一回しか行ってないけど、くっそ広くてよく分かんなかったね。うん、あの南阿蘇の近くでしょ。違ったっけ、違ったっけ、それ多分違うとこ行ってる。あ、しえなんか読み方間違ってた。ごめんな、台が、台がつくような。あー、でもあっち側のあの公園も確かに広かったよね。うん、あっちやった。なんかペットパラダイスだっけ、ペットフォレストがあった場所。ペットフォレストが見えるところけど遠いところでしょ、実際から崖の下。なんだっけ、忘れちゃった。
ソナーつけたいなって感じ。1日でつけれるか分かんないけどな。うん、どうだろうね。ちなみにあそこのシャブ用は相模原だから 20% オフ対応してね。マジでだけなんだね俺。活性化したいんだよ。うん、まあ多分どっかあるってやってると思うけど、東京八王子やってないよな。町田じゃないか。うん、だって昨日セブンでペイペイ払いするときしようかなと思ってなかった。じゃあ iPhone のところは対応してる店あるんじゃないの。あ、してるしてるしてる。町田市だ。してるしてる、書いてあった。そう思うと町田市すごいね。ね、美は町田市。プレステ5も買う気しねえしな。いらないよ。いや、本当にまだいらない。あの、うん、買っても4しかやんないと思うわ。うるせえ、何だよ。今はね、黙れ。2つある、え、僕ただ2つあるやつ、4と5あるやつだったら買わないの、4のやつは。5待つ。買ったはいいけど、なんかそれでどうしたのっていうところで止まってんだよ。いや、真ん中行かないとダメよ。うん、なんか、ゴミ落ちてる。野田千葉で、はい、野田の番号乗っていた。うん、まあ、あの辺はなんかほら、筑波山行くときにさ、通るからなんか覚えちゃうよね。まあんまいないでしょ、うるさいな。人生の話かと思った。まあ人生もそうなんだけど、あっという間だったな。なんかすぐだったね、うん、月日が早い、ね、そう感じる時はね、あれなんだよ、ポプの年齢見ると、あ、そっか、3歳だもんなみたいな。まあまだ生まれなかったんですよ。わん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 。ポプが生まれた理由は、ママが結婚ちって僕が生まれてきた。おわ、あ、本当にありがとう、生まれてきて。データ顔してたからな、初め会った時。なんかしょうがないけど、あれは何なの、絶対そういう顔になるの、それか環境。いやでもポメラニアンの幼少期って多分ああいう顔だよ、みんな。てか子犬ってみんな眠そうな、ああいうポーンとした顔してんじゃん。あれは多分そういう顔だよ、基本的には。
カドッチョとかそなんかそれなんかこう沿ってくるじゃん、なんだこういう風に。だからあれ金持ちのなんか道楽なのかわかんないけど、わざとなんかな。それかその劣化をするのが好きなんだよ確か、フランスの人って。私絶対嫌なんだけど。長く持ちたいから。だけど日本の人ってなんだろうな、大事に綺麗に使いたい派が多いよね。いやっていうかね、むしろその劣化したのが好きなんだって。いや劣化したの絶対ないんだけど、皮がボロボロとかでしょ。だから要は革の、あ、ジーンズとかいいね。もうなんかファスナーと閉まんないとかで使ってる人とかでしょ。そう、いやあれはちょっと違うよ。アッキーそうだった。あれはちょっとだから、それは扱い方が存在なだけやすい。なんかケツに入れてるぐらいだからね。うん、いるよねたまに。なんか殴られた後かのようにさ、財布に入れすぎてさ肩変わってなんじゃん。別に多分ね、そういうの気にしない人だからどうでもいいんだと思う。うん、だから最近財布変えたんですよ。そういうのあれも最近現金とか入れてねえからな、カーゲームのカードとか全然壊れない。財布そんな使わないかな。俺も物買わない、何も買わないで帰ってくるかな。なんだかんだこう取り出す時のすれで壊れる。ポケットに入れる。
南大沢のアウトレットって感じやね。でもすごいな、近くにこんなでかいアウトレット2カ所あるってすごいことだよ、ぶっちゃけって思いません？これで4モールができたらすげえよな。まあ一応家はあるけど小口に、うん、まああれもまあそこそこでかいよね、うん、あれか、モーリーファンタジーもですけど、あれ戦略うまいよな。ああいうとこあればゲーセンターとして見られるから、いろんな景品を受けるっていう、あれ戦略うめえなと思う。プリパラよくやりに行ったな。ねえ、小渕に。でも どこでやればエロンコインできるかって知ってるから、うん、本当に違いだな、朝から。まあね、店員のおばちゃんと超目合う。だ朝から長時間やるには、ね、向いてない椅子だから。犬専用の駐車場あったな、すっかり忘れてた。ぬいちゃんの目はもうマジョルマジョル、BC です。僕たち BC に行こうよ、行けないです。でもこれ分かりやすくていいよね。コン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 って書いてあって、分かりやすくていいよ。ペット大丈夫だとペットダメって書いてあるのは3日止めたいな。マルシャドじゃないんでしょ。もう混んでるんですよ。あ、バックしそう。てぃー、怖い怖い怖い、下がんないで。本当にバックして、一旦バックせざるを得ないからな。ちょっと1階から見てみる。もう1階が混んでるのか。みんな1階がやっぱここにしちゃうの。そこでかい車だから嫌だな、出づらそう。大丈夫です、私が大丈夫。そこの市民プールだっけ、そこで結構ずれてるのか。ばあさんの運転、ばあさんが人の車にゴミってぶつけたの思い出しちゃった。あれやべえよ、うん、逃げる。